さて、ブライスキャニオンを観光しまして、この後約車を3時間ほど走らせますと、アリゾナ州に入りまして、ペイジというね、町のエリアにあります。でこのペイジという町はこのツアーの宿を取る町にもなるんですけども、でこの後観光しますアンテロップキャニオン、そしてホースシューベンド、でさらにパウエル湖というのがこのペイジのすぐそばに全てあります。で最初に観光しますのはまずアンテロップキャニオンになります。でアンテロップキャニオンというのは、一つの川に沿いまして2箇所大きく観光できる場所が分かれております。その川の上流側にあるのがアッパーアンテロップキャニオン、でそして下流側にあるのがローアーアンテロップキャニオンといいます。その違いを簡単に説明すると、アッパーアンテロップキャニオンというのは奥行きが、約200メーター、深さが45メーターという場所を高低差なく、行って帰るという観光をします。でそこまでのアクセスは、徒歩でできないので、現地のジープツアーと呼ばれる、ナバホ族の主催するツアーに参加しないと行くことができない場所となっています。でまた、よくこのアンテロップキャニオンの象徴的な写真として、上から光線が降りてくる、ビームと呼ばれる現象を、奇跡的に見ることができる、ある季節、そして時間、天候が絡みますけども、それが見える場所もこのアッパーアンテロップキャニオンという場所になります。でそして今回ご案内しているローアーアンテロップキャニオンというのはまさに地面のひび割れたような場所に潜って地下を観光するようなそういった場所になっております。奥行きが約400メーター、深さが25メーターというね、岩の溝の中に入って景色を見るというね、そういった場所です。でこのローアーアンテロップキャニオンの方は、アッパーに比べて、その深さがあまりない分、その渓谷内が非常に全体的に、明るく、写真を撮る上ではどこにいても綺麗な写真が撮りやすいのがこのローアーアンテロップキャニオンで、また、その階段を使って、降りたり登ったりというところをしていくわけですけども、それが非常に探検をしているような感覚で、楽しいという感想を持つ方も非常に多い場所となっています。で今回、我々のツアーでご案内するのはローアーアンテロープキャニオンの方になります。入っていただくととにかくこの不思議な世界に入り込んでしまったように色鮮やかな渓谷の内部の景色をご覧いただきます。でこの、オレンジ色の、岩なんですけども、これは今から1億6000万年ほど前の時代の、この辺りに大きな砂丘の砂漠が、あった時代に、堆積してできた、ナバホサンドストーンという砂岩層になるんですけども、これオレンジ色に輝くのは、そこに含まれる鉄分が多いのが理由なんですけども、このナバホ砂岩というね、砂岩の、岩の中を洪水ですね、たまに降る雨がまとまって鉄砲道となって、この辺りを通り抜ける際にもともと亀裂が入っていて、もろかったところに水が流れ込み、それを何度となく繰り返していくうちに、できた非常にキャニオンといいましてもグランドキャニオンなんかとは違って、スケールは小さな渓谷です。でこのアンテロープキャニオンのアンテロープっていう名前なんですけども、これ動物の種類に、プロングホーンアンテロープというのがね、いるんですけども、実際この時代は、環境の変化によりこのアンテロープキャニオンのあたりにもアンテロープという動物はいないんですけども、最初にこのアンテロープキャニオンを見つけたのが、このナバホ族の女の子だったんですね。で彼女が、現在のアッパーアンテロープキャニオンの方をたまたま見つけた時に、その渓谷の中にですね、外の暑さをこうしのぐように、涼しい渓谷内に、アンテロープが、たくさん休んでいたと、
まあ、そんな姿を見て、アンテロープのいるキャニオン、まあ、アンテロープキャニオンというふうに呼ばれるようになったというのが、まあ、この由来になっております。で、この観光を終えますと、次はホースシューベンドという場所に行きます。まあ、その名のごとくホース、馬、シュー、靴、ベンド、曲がると、いわゆるその下を流れるコロラド川がですね、馬の蹄のようなシェイプに流れていっている場所、曲がって流れていっている場所というふうに名付けられた、まあ、そんな景色をですね、こう断崖絶壁の300メーターほどの高さのある、崖っぷちに立って見ていただくのが、このホースシューベンドという場所の観光になります。まあ、ここはアンテロープキャニオンの人気と同時に、人が多く訪れるようになった場所で、まあ、本当私がこのツアーを始めた頃、20年以上前は全く知られてない場所で、人が訪れることもなかったような場所でした。まあ、それが、今はしっかりとフェンスができて、そして、片道、まあ、約15分ぐらいのね、ハイキングをしていく場所なんですけども、まあ、そこもしっかりと舗装されて、観光が非常にしやすくなりました。ものすごくたくさんの方がこの景色を、見に来るようになりまして、まあ、この絶景もグランドサークルの中の観光として外せない場所にもはなっております。そして、最後日が暮れる頃に合わせまして、本日の 4カ所目のね、観光ポイントなんですけども、パウエル湖、これを、ワーウィープオーバールックと呼ばれる高台からご覧いただきます。そんなこのパウエル湖というのは、1963年にできましたグレンキャニオンダムというのによって、コロラド川がせき止められてできた人工の湖なんですね。でその湖の大きさというのが満水の時で全長299キロ、湖畔の一周が3057キロで、貯水されるお水の量が約300億トン、まあ、ちなみに比較しまして日本の琵琶湖、このお水が275億トンと言われてますんで、その琵琶湖のお水よりも多い量のお水がこのダム一つで支えられてここに貯水されているというふうに考えると、まあとんでもなく大きい湖だというのがお分かりいただけるんじゃないでしょうか。ここはよく SF 映画の撮影に使われてまして、まあ、一番有名なのが、まあ、1968年にあった猿の惑星ですね。でそして、1994年にはメル・ギブソン主演の、マーヴェリックという映画にも使われてますし、また2013年にはサンドラ・ブロックス主演のグラビティという映画だったんですけども、まあ、そういったものの撮影なんかにも使われてまして、いずれもまあ SF ものなんですよね。でそして、この高台にいますと360度こう地平線が見えてますんで、まあ、夕方になりますとこういった感じに、西側に日が沈み、その真逆の東の方を見ていただくと湖越しにグレンキャニオンの岩に、夕日が当たって、オレンジ色に輝く景色を見ていただけます。まあ、非常に、まあ、アメリカのこう雄大な、ね、景色を夕日とともに、最後楽しんでいただいて、今日一日が終了となります。